押し切った。こっちだ。今だ。今のうちだ。いいだろう。任された。最後の一撃すごかった。この調子でいきましょう。よし。敵はもういないな。また強くなれたみたいだな。もう敵はいないわ。安全になったみたい。勝負ありね。あたしたちの勝ちよ。
悪くない感覚だ。力が伸びた。敵はまだ残ってる。キャッキャッキャッ。侵入者から見つけた。待て、気づかなかった。いいわね、やる。止まれ、止まれ、気づかれた。キャッキャッキャッ。いい戦い方だ。何をしている。見つけたぞ。警戒して。止まれ。キャッ。先手必勝だ。ここだ。いいだろう。やらされた。ちょっとかっこいいとどめだったね。お疲れ様。よし、やるな。頼もしい。気をつけて、まだいるわよ。何をしている。覚悟しろ。せっかく。さすがだな。キャッ。強くなったみたい。これで終わりか。片付いたな。一気に攻める。やるじゃないか。このまま押し切る。さっ、お前すごいな。よし、ついてる。気を抜くない。せっけー。それでも近くに敵は残ってないね。キャッ。すごい華麗な戦い方ね。使えそうなものならもらっとこう。やられはしない。体が重い。いいだろう。任されたよ。安易に攻撃
しちゃダメだよ。すまない、支援するよ。助かった。ウイカ、クロールが呪われてる。攻撃が跳ね返ってきちゃう。これを注意して。すまない、引き止め。残り一つ、なかなかだ。クロール、いけるよ。支援する。呪われてる。ありがたい。攻撃が跳ね返ってきちゃうよ。注意して。守りを固める。備える。やるもの、この守り崩せぬ。風の力だ。まだいたの？まだ来るのか。みんな、まだ終わってないよ。防御を固める。防御して様子見だ。守りを固める。はい。敵残り一体。守りに徹するさ。この守り崩せぬぞ。防御を固める。ここは守りだ。なんかに。備える。守りに徹するさ。ちょっと待った。ここは任せろ。耐えてみせる。我が体は盾となる。今はこうだ。負けるか。隊長が呪いにかかってる。ここは守りだ。攻撃が跳ね返ってくるから、ね、守りを固める。敵残り一体。悪はただ。やれやれ。こいつ。みんな無事か。ナイト、やめておきます。使わせてもらう。オンに切る。俺はまずい。クロール蹴られた。誰か手当てを。こんなものか。クロールが戦闘。頼むよ。誰か回復できない。相手をよく見る。攻撃が跳ね返ってくるからね。この備えで。ありがとう。任せるよ。最後の一撃すごかった。この調子でいきましょう。いいぞ。やるべきことは分かったつもりだ。頼んだぞ。
楽はできなそうだな。新たな敵の増援だよ。輝け。最後の一撃すごかった。この調子でいきましょう。これで片付いたか。いいもの見っけ。一気に攻め。行けるか。行くぞ。嘘。どうやら。仕掛けるぞ。見せてやる。次だ。やるものだ。協力する。悪くない感覚だ。いい手応えだ。また強くなれたみたいだな。成長したか。さて、よし。わかる。やはり。まあいい。よし。いいか。そうね。
さか。気をつけて。やるべきことは分かってる。そこ、風の力だ。光よ。一息か。あと二つ。すぐに終わらせる。くらえ。組みるなよ。見えた。撃ったぞ。一人弱点に。いいね。下がるか。かかってくるがいい。なぜあがき。覚悟しろ。そんな。これで終わりだ。来るか。存分にやれ。ありがたい。すまぬ。そこ、切り捨てる。無駄だ。起き上がって間合いを取る。はっ、距離を取るぞ。ここは守りだ。すぐに終わらせる。これだ。詰めるよ。見えた。なんだと。攻める。攻撃が弱点に命中。風の力だ。往生際が悪い。輝け。強い。覚悟しろ。これほどか。これで終わりだ。来るか。詰めるぞ。そこ。よし、うまくいった。さらなる高みを目指す。よし。いいか。いよいよだな。ああ、行くわよ。気をつけて。いや、いい感じね。これは。そういえば、
っとけよ。まさかここまで登ってくる者がいるとはな。聖堂内は異常なほどのマグラで満ちていた。私を知っているのか。まあルイ様のご意向を考えればあり得るか。答えろ。あの異様なマグラの結晶、こんな場所に自然にできるはずがない。お前の仕業か。ん？ああ、強化結晶のことか。私はただできやすくする核のようなものを道に沿って置いたにすぎ。強化結晶？できた結晶を利用して道を塞ぐ仕掛けはさせてもらったがね。魔力の本質たるマグラとは粒子だ。あれはその数種類ある結晶の一つ。見入られたもの全てを狂わす魔性の石だ。ふん、バカだ。貴様がちょっと手出ししただけでこの異様な光景が自然に出来上がったというのか。それが強化。マグラの流れの暴走さ。影響を受ければ生き物も凶暴化し、何でも敵だと思うようになる。中には体が鱗のように硬化したり、骨格が歪んで別の動物のようになったりすることもあるようだ。強化だと？貴様の狙いは何だ？王爵が欲しいだけじゃないのか？質問攻めだな。悪いが付き合いきれん。私にはやるべき大事な仕事があるのでね。おい、話は済んでない。君こそ私の話を聞いてなかったのかね。これは骨のかけらか。人揃いに満たなかったクズ骨の有効利用さ。せっかくだ、聞く耳持たぬ愚か者もここで材料にしてやろう。危ない、隠れろ。これじゃ進めない。どうする？骨を打ち返せないかな。この距離から狙い返せる武器はこちらにはない。一回引き返さない？このままだと拉致が開かないし。腹は立つが仕方ない。一旦引こう。邪魔者に次々来られてもかなわ。見せしめに潰しておくか。来るなら来てみるがいい。ソルバメ、まるで王の絵を穴だらけにしたわけか。なんたる不敬な。ここまで来て足止めとはな。他に道はないし、あれを突破するしかないが。避けられない上、防具だけでは全身をかばえない。何かいい手があればいいのだが。盾になるものを探すとか。盾になるもの。何か使えそうなものがあったか。扉とかどう？
確かにそこら中にあるが、どうやって外すんだ。それに貫通したら死ぬぞ。何か使えそうなものがあったか。ルイの絵だ。ルイの絵？なるほど、それは名案かもしれないぞ。ルイの肖像画を盾に使えば、さすがのゾルバも撃てないんじゃないか。たかが絵だぞ。ただの絵を自己満足のためだけにここまで運んだんだ。ルイを崇拝してる奴が簡単に傷つけると思うか。なるほど、試す価値はありそうだな。あ、貴様ら、それは。気にするな、持ち込まれたゴミを片付けるところだ。ゴミだと？貴様ら、蜂の巣にしてくれるな！いいのか？先にルイ様のご尊顔に穴が開くぞ。卑怯な。どの口が言ってんだよ。黙れ！何も理解していない無能どもめ。これ以上余計な時間は使えん。大事な用事があるんだ。だがルイ様の肖像を汚した罪は重いぞ。私を怒らせた、後悔させてやるからな。他人の罪をどうこう言えた身分か。死者までもてあそぶ外道め。このままあいつを追いかけましょう。けど、おうぞ。さっ、一気に攻める。成長したか。よし、どうだ。一気に攻める。キャッチ。このまま押し切る。気をつけて、敵に見つかったよ。さっ、よし、どうだ。すごい華麗な戦い方ね。こっちを見失ったみたい。もう大丈夫よ。扉の封印を解除するとは。だが、奪ったのに外へ出た様子はなかったぞ。宝石だけが目的なら残る理由はないはずだが。奴はどこに行った。誰も姿を見てない以上まだ近くに。残る出口はあそこだけよね。この先となると、おそらく屋上か。しかし、なぜわざわざ上に。奴の目的は、
王爵を奪うだけじゃない。その上で最悪の人やらを起こす気なんだ。藻が開けるまでにと言っていたな。必ず食い止めるぞ。急いで。行くぞ。とはいえ